たむさんこんにちは宅検受験者必見今から鑑定者を目指す方法というガイダンスを始めさせていただきます担当いたしますはレクセン人講師の豊岡と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいそれではですね始めてまいりますこちらですねで今回ですねもうタイトルの中にはありますけども宅検受験者の方ですねま今年です二千二十一年令和三年 宅建をね受けたっていう方を基本的な対象者としてこの後お話をしてまいります。で実際ですね今この動画をご覧になられてる方の大半の方がね今年ね10月の「宅研試験」をね受けたよって方じゃないのかなと思います。でもうね <laughs> もうタイトルにあるんですけどもねその「達を受け終わってね結構皆さんねくたびれてるかと思うんですよ。中にはもうねもうテキストなんか見たくない勉強なんか嫌だよって方もいらっしゃると思うんですよ。あるいは次にね もう満貫とか官業ですね、管理業の進者受けるからその勉強を始めるんだとか方もいらっしゃると思うんですよ。ね。ただそうは言ってもね、ちょっとこちらね、達験受けた方ね、ちょっと鑑定士考えてみてはいかがですか。そういう趣旨のガイダンスです。ね。まあぜひですね、あのこの後いろいろお話してきますけど、ちょっとやってみようかな。ね。もし皆さんの中で心をね、動かされた方がいらっしゃいましたらね、ぜひちょっと選択肢の一つとして。 不動産鑑定士の受験ちょっとお考えになってみてくださいではですね以上そういう趣旨ですでは中身入ってまいりますでこちらですねいきますよこちらなんですよねなんで宅犬なのか何で今回ね達犬受験者の方をね対象にしてるのかこれです 宅建と鑑定士、ね、このしけ、それぞれの試験ですけど、非常に親和性が高いって、これ昔から言われてるんですよ。もうずっと昔からです。これね、まあ、親和性って、まあ、これは結局、まあ、相性がいいってことなんですね。相性がいい。ね、もうちょっと言いますと、こういうことです。勉強したこと。宅建で勉強したこと。の、まあ、九割っていうかね、まあ、実際、イメージとしてはほとんどですね。ほとんど全部。鑑定士試験で使えるよっていうこと。 これなんですよこれをもって昔からね探検試験と鑑定試験は習慣性が高い、ね、非常に相性がいいっていうふうにいわれてるんですねこちらこういうことですでねこれただこんなねあの説明で聞いてもなかなか皆さんねイメージが持てないと思いますんでこのあとですね実際に問題ちょっと皆さんご覧いただきますででき,できましたらですね皆さんも一緒におときになってみてください。ここれれ行政法規って言ってて言はね鑑定士です 鑑定士の一次試験のね。この1科目である行政法規なんですけど、やっぱり都市計画法が出るんですよ。で、他にも出ますけど、都市計画法の問題。これですね。これ、令和3年今年です。ほやほやのね。あの行政法規の都市計画法問題9番ねの問題でした。でね。もうご覧の通りね。あの選択肢ですね。これ1個増えます。宅建だと4択ですよね。鑑定士の場合はね。5択になります。1個選択肢が増える。 ね、でもちょっと上から見ていきますよ皆さんも一緒に考えてみてくださいね。で都市計画法に関する次の記述のうち開発許可を受ける必要がある開発行為はどれかということですね。でただし許可を受ける必要がある開発行為の規模については条例による定めはないものとするってことで、ね、この「ただし」のところですけどもねこれ条例のねあの細かい例外考えな,考えなくていいよでそういう、ね、問題文ですね非常にまあ親切になってます。で聞いてる箇所がここですね。 開発許可を受けるる必要がある都道府県知事の開発許可を受ける必要があるものはどれかとね5つの選択肢の中から1個選びなさいということで,、ね、で皆さんいかがでしょうこれ上からざーっとあの、ね、目通して見てくださいこんな感じですね5つ選択肢があります正解肢は3番皆さんできましたねこれはね宅建おやりになった方はできると思う結構しかも簡単にこれ3番です 3番見ると市街化区域ねこちらで店舗の建築のように供する目的で行われる1,000平方メートル1,000平米の開発行為ってことでね市街化区域にあってはねこういう店舗の建築のように供する目的で行われる開発行為原則として開発許可がいるでただ例外的にね例外的に規模が1,000平米未満ね1,000平米未満の場合には例外的に開発許可が不要になるんだった。 それが市街化区域でしたね。本県は1,000平米ですから、ね、この例外に当たらない従って原則通り開発許可がいるってことでで、ね、ののです。ででき,できたでしょう。最初1とか 2, 2見てね1とか2番見てねあれどうだったっけかなと思いつつも3番見てあな何とこれが正解しじゃん、ね、結構簡単に答えが出せたんじゃないでしょうか、ね、こういう問題で次これですよ 宅建の知識で解けたでしょってことなんですよ。ね。これですよ。これですよ。で、この。もう一問いきますよ。続いて、やっぱりね。これ、建築基準法も出るんですよ。宅建と同じ。こんな問題です。ね、ご覧のように、まあ、穴埋め。ね、まあ、組み合わせ問題。こんな形で出ました。これ問いの20番だったんですね。で、これもいきますよ。えー、と、下記の説明文は建築基準法における。 率、ね、ここね容溶石率もう一回ちょっと知識をねちょっと一生懸命ちょっと引っ張り出してくださいねで溶石率に関する記述である空欄に入る極として正しいものの組み合わせどれかということでで都市計画区域内において全面道路の福音幅でしたね幅ね福音って幅ねがね「い」「かっこいい」「未満」であるとここですね。でもみねがねがこれ未満ときたら 12メートルでしたね従って下のね足を見ると3番4番そして5番、ね、これが1 2ルこれは正しいですね皆さんまだ覚えてますよね1 2ル未満、ね、この場合については計算をするんだった、ね、でそれが次に出てきますねこの前面道路の福音のメートルの数値、ね、この幅、ね、この数値にこれ一定の数値をこれね乗じたかけるんでしたやりましたね でこれ本文でいきますと、ね、この例えば以降本文の場合これ第二定低層です。第二定層ということで住居計でした。住居計の場合はここね全面道路の覆面これ5ルになってますけどこの全面ね道路の覆面5ルに10分の4かけるんだった。ね住居計であれば10分の4その他の場合は10分の6をかけるんでしたね。そうすると 5け1 0分の4で10分の20もうこうですよ足の3番もうろが入る。ってことはもうイトロでね他はこれね正解詞になりませんからもうこの時点であ3番だね正解詞は3番だね答えが簡単に出ちゃう。したがって最後の歯ですねこれ老人ホームが入るんですけど、ね、歯についてわ分からなくてもイトロの2つだけで答えが簡単に出ちゃうというそういう問題です。これもやっぱ宅建で ね、宅建の知識で十分解くことができますいいでしょうね。であとこの後ですねちょっと改めてですねちょっとこの不動産鑑定士の試験制度についてざっくりですねちょっと皆さんにお話をしておきたいと思いますでこちらね一次の担当式試験ですねこちらマークシートになってますね、今行政法規の問題ね都市計画法と建築基準法をそれぞれご覧いただきました マークシートです。塗りつぶすタケタケントナジですね。で試験は五月です。基本的にね五月の第二日曜日で覚えておいてください。ですね第二日曜日まあ母の日ですね母の日こちらよいですかね。で今年ですもうね既にね試験行われましたんで令和三年ね最新のこれあの試験データですけど合格率がなんと三十六点三パーセント三人に一人以上がこの一次試験 受かってるとそういうデータですねでこの一次の担当式試験に受かるとですねこの後2時ですまあ一応これが天皇山ですね論。論文式、ね、ここにも書いてあるんですけどね、名前の通りで論述です答案ねこれペン走らせてこれ作っていくんですね書いていくで4科目です4科目民法経済会計そして鑑定量で試験は基本的に8月と思っていてください8月の上旬です8月の上旬という風に一応ねこれ 一応覚えてておいいください、ね、でこれまだね今年この論文の発表がまだねこ今収録してる時点で行われてないんでこれ去年のデータです令和2年で17.7%結構高いでしょね皆さんの中でねさっきもちょっと冒頭言いましたけど次満館やろうかなって方結構いらっしゃるかと思うんですけど満館よりも合格率自体はこっちの方が高いでしょ鑑定士の論文の方が。<laughs> いいですよね。こちらいいですね 一応ですこれ目すね標準の学習時間1億の一時の担当に関しましてはねこれ一応うちの受講生さんからねまあアンケートを取った結果ですけど大体500時間500時間くらいでこれはうちのね講座ですね講座を受講した、ね、時間も含みます含みます、ね、でただね注目してほしいの下なんですよここなんですよ宅研受験者は400時間ぐらいで足りちゃうよってことかぶってるんですよ もう特にこの行政法規、さっきもね、皆さんにご覧いただきました。実際にね、問題書にね。あの、解いていただいたんですけど、都市計画法とか建築基準法とかも宅建でやってるんですよ。ね。で、しかも、ね、これ鑑定論っていうのがもう一科目あるんですけど、これも実を言うと、皆さん、もうすでに。宅建で、まあ、一応かじってはいるんですよ。宅建でかじってる。どういうことかというと、宅建の中でね。あの、不動産鑑定評価基準って勉強したでしょ あれですよあれがまさにこの鑑定論です。ね、であの時はねあの不動産鑑定評価基準の時はねまあせいぜい3つの鑑定評価の手法と4つの価格ぐらいしか、まあ、しっかり勉強しませんよね。ねもちろん、ね、こちらの鑑定論ではもっと詳しく専門的に掘り下げて勉強します。で実際鑑定士はこれを使って土地と建物の値段をね計算するんですよ。鑑定評価って言いますけど。 ね、ですから非常に大事な科目です鑑定論でも一応宅研受験生の皆さんは一応宅研の時に一応かじってはいるんですよやっているで行政法規もこの後ご覧いただきますけどかなりの部分がねだからこれね大体大体ですよ大体まあ400時間ぐらいだからかなり勉強時間短縮できますであと 右の論文ですね論文なんてさすがにね、まあ、これ論述式ってことでね実際あの答案書いたりとか結構その辺の作業も入ってきますで勉強時間としては大体ねこれも一般的なね学習時間ですけど2,000時間から2,500もちろんこれも個人差がありますもっと短い方もいればね逆にもっと時間かかる方もいらっしゃいます一応大体のいの目安ですねこんな風になってますこれねであとね今これ試験制度ですねこういう2段階選抜だよっていうのをご覧いただいてるんですけど あとととねねちちちょっとこちらも、ね、ちょっと知っっこらも知て欲しいいしんですよで鑑定士試験の大きな特徴なんですけども、ね、これ今現在です2021年の秋ですねこちらで来年、ね、5月さっきも申し上げたように担当式試験が行われますだいたい例年5月の第2日曜日ですねこんな感じでで合格するするとどうなるかというとこれ一度担当に合格すると 次の二次の論文式試験ですね。これ？2022年来年ですね。8月でその次2023年やっぱり8月でさらにその翌年2024年の8月ね。こんな感じで論文3回受けられるんですよ。こういう仕組みになってます。これがまあね。鑑定試験のまあ大きな特徴ですね。最近こういうね。国家試験もね。結構ねありますよね。他にもね。 やっぱり鑑定試験も同じです。担当に受かると、論文三回受けられる。だから逆に言うと、ね、一回受かれば、その後も担当の勉強はやらなくていいわけですよ。もう論文の方に集中できる。四科目集中して勉強できる。ね、そういうこと。で、そうやって、ね、しっかり集中できれば、ね、合格も十分可能だよ。そういうこと。こういうことです。いいですね。で、これが担当合格に、非常にね、大きな得点と言えます。担当合格って、だから、意味があるんですよ。 単に一時ね。突破するっていうだけじゃなくてね。2時のね。勉強に専念するって意味でもね。この一時の担当に受かるっていうのは非常に大きな意味がありますね。こちらこういう特典が実際あるよ。そういうことなんですね。こちらよろしいでしょうか？で、あと今度ね。1時の担当の行政法規、こちらについてもちょっとご覧いただきます。これ、令和3年今年です。ほやほやなんですけども行政法規。これ一時ですよ。一時のね。行政法規。 ずずらずら,ずら,ずら、ね、ちなみにこれね一時の担当式試験ってねこの行政法規もそしてもう1科目の鑑定論も40問出るんですよ40問出る。で2時間でそれぞれ回答するんですけどもねしたがってこの行政法規も40問あります。ね、でちょっと見ててほしいんですけどこんな感じこっちもこんな感じ。ね。 宅検でやってますよねやってるでしょそういうことでこれ合計するとこの40問中ねこれ20問超えます半分超えるんですよ言い換えればすでにね行政法規の半分ちょっとは一応宅検で勉強しているってことこれが大きいんですよ大きいの宅検受験者にとってはこれが非常に大きいです一時の担当の行政法規もうすでに半分以上一応ね宅検でかじってるよ らにねここちょっと今私ねこうやってカーソルで示してますけどこの都市計画法を見てほしいんですよ。これ問いの6番から問いの10番まで計5問出てるんですよ。都市計画法から例年そうなの5問も出るんですよ都市計画法。さらには今度下見てください問いの16番から問いの20番までやっぱり5問これが建築基準法です。したがって皆さんが達建ですでに勉強なさった都市計画法とそしてこっち。 建築基準法、ね、この2つ時計と研機で10問10問締めてるんですよ。でさっき申し上げたように40問出るわけですから40問中の10問がこの時計と研機もうでに皆さんが勉強している時計と研機で締めてる4分の1はやってるそういうことなんですよ。これは非常に大きな意味を持ってますね。これしたがって「卓研受験者は担当合格に一番近いと」とこれはもう間違いなく言えます。 言えます。いいですね。これは知っておいてください。いいですね。で、さらに。今度こちら論文です。日次の論文についてもで、ね、宅建を受けた皆さんがどれだけ大きなアドバンテージを持ってんのかね。これちょっとね。お話ししたいと思います。これは日次の論文です。で、やっぱり今年令和3年ね。これ、8月に今年の8月ね。令和3年8月にこの論文式試験というのが行われたんですね。論文本試験を行われたで民法です。 民法のの第一問問問にねこれちょっとね問題文ちょょっっととねね題文要約してありますだから用紙になってますけどご覧のような問題文でした。でなんか一見するとなんかうわっ活字が多くてなんか難しそうだなと思うでしょうでも最初の上のねちょっと3行からいきますよ。は令和3年2月1日 A より公土地を譲る受けその引き渡しを受けたと買ったんですよ。が A からねその A の所有していた公土地を買い受けた。 で引き渡しを受けたあれでもなんか当期について触れてないなそうですこれ X は未当期なんですよ当期の移転を受けてないわけで次です Y は今度 Y が出てきた同年4月1日同じく A より同じこの高土地を譲る受けその所有権移転当期を経由したということでだから Y は当期を備えたんですよ。ねこのいわゆる第二譲る家人ですね第二譲る家人である Y は当期を具備した備えた。 でも第一譲り家人である X は未登記です登記備えてないでこの X もそして Y も共に同じ A から同じ高土地を買い受けたんですよこういうの何て言いました二重譲渡ですね二重譲渡って言った同じ人から同じものを二重に買い受けるねまず先に X が買い受けだから第一譲り家人って言いますでその後 Y がね買い受けたこの人を第二譲り家人って言いましたねこれですね でこの二重譲渡の場合ねこれどうなるんでしたどうやって優劣を決する当然ものは1個しかありません公土地っていうものは1個しかないで権利主張する者がね X と Y2 人いるその時は先に登記を備えたものが優先する権利を取得するやりましたねやったじゃないですかこれ宅建でやりますよ二重譲渡ですいわゆる不動産物件変動ことこでやりますね先に登記を備えたものが優先する 勝つってこと勝つ、ね、したがってこれも普通にいけばね Y の方が後から買い受けているんですねこれね約2か月遅れて買い受けてはいるけども Y の方が先に登記を備えたってことだから本来で言えば Y が勝つでしょでもでもなんですよこのあとちょっと問題文続き続きですねちょっと見ていきますよ今度4行目からここからいきますよ Y はこれ大人数受けね Y は高土地は X がすでに買い受けたものであることを十分熟知 していたにもかかわらず、他の土地のことでエックスとの間に争いがあり、なんか揉み揉みちゃったんですね。揉めちゃった。で、エックスに対し恨みをを抱いていたところより、これですよ。なんかすごいなんかね、だからドロドロしたのが出てきますよ。で、甲土地につきエックスが今だその所有権移転登記を了していない完了していないのを帰化として帰化としてってのは締め締めってこと。これ幸いってことね。帰化として締め締めってことでエックスに対し復讐する意図のもとに。 もうすごいですねもいきますよで「公土地を事故が取得しようと企て A に対し公土地の売却方をね、えっと、混成したとしつこく頼んだと」ね、で A はこれは売り主ね公土地はすでに X に売り渡し済みのものであるから一応は Y の上記申し入れを拒絶したものの Y がもし訴訟になっても自分がね責任を持つが持つゆえ売り渡してよで強く要求したのに相当最後ね もう拒めなくなってでかつ何がしかの売却代金を、ね、この Y から入手できるその利欲も手伝ってついに令和3年4月1日 Y との間に高土地の売買記録を結んんゃったんですよこの A もダメですねこれねいくらねしつこく頼まれたってもこういうことやっちゃダメですよねで最後 XX っていうのはこれねさっき上で出ましたけど第一入付金です。 所有権移転登記手続き請求をしたとこれね「登記移せと」と所有権基づいて請求した果たしてこの請求が認められますか論じなさいってことでいかがでしょう問題文は結構あるでしょ、ね、文字数あるけども聞いてること自体は二重譲渡で,でしかも第二位ずれけに人である Y が悪いやつ、ね、このあやりますけどこ悪いやつってのがいわゆる「背信的悪意者」ってやつでしたね。 悪意悪意知ってんですよ何をもうすでに X が先に買い受けたっての知ってるで,でも単なる悪意者ではない頭に配信的がつく、ね、そういう横島な表現の言葉がつく要するにこういうね困らせてやろう、ね、復讐してやろうそういう横島の目的を持ってね買い受けてるこういう Y みたいな、ね、人間を配信的悪意者って言ったこれもやりましたねやりましたね,ねでこれちょっと続きていきますよ これもう皆さんね頭の中で図はねこれできたでしょう実際に一応私の方でねこんな形です A がまず高土地をね X に売った売却したでもね引き渡しただけ登記は移転してないでその後同じ高土地をね売却した二重譲とした Y にねで Y が登記も備えちゃったってことでこれやりましたよねこれ同じものをねこの高土地って同じものをねこれまず A が X に売り さらにに A が Y に売るこういうのを二重譲渡って言いましたね二重譲渡卓でやりましたねこれ譲渡ってのうのはこれ法律用語で売買を指すんですよだから二重売買ってことね本件はそうするとこれねもう Y が第二譲る金である Y が投機を備えちゃったということですからね第一第一譲る金である X は Y に対してね果たしてこれ自分が権利者だよって言えるかな、ね、これについてはまず原則。 これですね登記なしに Y に対抗できない対抗できないね X は未登記ですから登記なくして、ね、Y に自分が権利者だよ高土地の所有権自分が持ってんだよってことを X は Y に対抗できない対抗ってのは主張でしたね対抗ってのは主張するってこと主張できないってことは X の負けこれが原則でした原則でしたやりましたね二重譲渡の場合、ね、先に陶器を備えた方が勝つところ先に備えたのは Y ですから。 結局 X が負けるこれが原則です原則ねでもでもでした Y はどんなやつかというと X に対して復讐する意図でねっ高土地を A から取得したこういう横島の目的を持って、ね、取引をしたもんでしたでこういうやつを配信的悪意者っていうんですねさっきお話しましたね配信的悪意者もう見るからに悪そうな名前ですよね配信悪意者 ね、もちろんこの悪意ってのはねあの道徳的な意味じゃなくてね知ってるってことですよね知ってるさっきも言いましたけど、X、が先に買い受けたのを知ってるでも単なる悪意者ではなくて「配信がつく」ねもうこれですよ復讐してやろう、ね、こういうね横島の目的ですよ。ですね。でこういう配信的悪意者の場合は例外的にこれでしたね「投機なくても X は投機なくても Y に対抗できる主張できる、ね、すなわち X が勝つ」。 勝つっていうのは、X がこの高等の所得優遇権を取得できるってことですね。やったじゃないですか、これこういうことですね。これ従って論文受験者、ごめんなさい、タケン受験者、やっぱり論文についてもね、論文合格についても大きなアドバンテージを持っているよそういうことです。いかがでしたでしょうかね。まあざっくりね、本当に宅ケ 受けた方は非常に大きな、ね、アドバンテージ持ってるんだよ担当でもそして論文でもねアドバンテージ持ってるんだよそういうのをねお話をしてきましたでこの後ですね最後ですけどもちょっとねあのパンフレットの方でちょっとねじゃあこの後どうやって勉強したらいいのかってちょっとその辺をねお話をして締めくくりたいと思います。こちらねこれ最新のうちのパンフレットなんですけど是非ですね,ね今私のねこの話をお聞きになってちょっと心がちょっと動かされたと。 ちょっと鑑定者やってみようかなと思った方ですね、ぜひ、まあ、このパンフレットですね、ちょっと開けていただきますと。よいしょね、えっ、ー、と22ページです。22ページに担当合格コースっていうね、これ一時の担当だけです。あの論文入ってません。ね、一時の担当だけに特化したこのねコースあります。ね、こちらを受けて勉強していただくとよろしいかと思います。ね、なかなかね、もう今の時期ですね、もう秋です。 あのなかなかこう論文までねやるってなかなか余裕ない方がね大半じゃないかなと思いますんでその意味ではね是非担当だけねさっきもやりましたけど担当受かれば論文3回受験できますからまず担当に受かる、ね、これはやっぱりね今の時期からするとねやっぱりこれが一番合理的な戦略じゃないかなと思いますねこんな形で,であとやっぱりねこういう講座ですねの場合やっぱりどうしてもね やっっぱりお金かかってしまいまいすこれ大変申し訳ないんですけどもただねやっぱり皆さんねもう宅建受験なさってもうお金ぶん使っちゃったんでもうあまりねあの使えるお金ないよって方もねいらっしゃるかもしれませんねでそういう方はですね、えっと、この同じこのパンフレットなんですけどもうんとね、えっと、39ページですねこちらこちらにねあのいろんなこの割引制度の、ね、説明とかも上がってますんでご自分がねもしねなんかどれか当たんないかな ね、ちょっとわからない場合ですねこちら一応ね調べていただご自分で調べていただいてどれか当たんないかな調べていただいてそれでどうしてもねちょっとよくわからないなっていう場合ですねこのパンフレット最後裏表紙になっちゃいますけども、ね、このコールセンターありますんでこちらの方にねお電話をかけてちょっとねお聞きになっていただければ、ね、あの丁寧にご案内させていただきますので、ね、ちょっとその辺ですねちょっとコース,コースですねの受験も、ね、受講もちょっとお考えになってみてください。一応以上になります なんか本当にねまだ宅研終わってねちょっとまだつか疲れもね抜けきらないという方が大勢じゃないかなと思うんですけどもでもこの動画ね今回ご覧になってくださった皆さん少し少しは鑑定士に興味をお持ちな方じゃないのかなと思うんですよ。ですから最初のねあのタイトルですね「宅研受験者必見今から鑑定士を目指す方法」というねこのタイトルに惹かれてこの動画をご覧になってくださったんじゃないかと思うんですよ。ね いろいろね、まだご不明な点とかね、あると思います。ぜひね、コールセンターの方に、ね、あのお問い合わせしていただければと思います。じゃあ、以上で終わります。最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。